ダレル・アントワン・アーサーは、アメリカ合衆国、テキサス州ダラス出身の元バスケットボール選手。身長206センチメートル、体重107キログラム。ポジションは、パワーフォワード。NBA のメンフィス・グリーズリーズなどに所属していた。地元ダラスの高校を卒業後、同じダラス出身の元 NBA 選手、クレック・オスタータグのファンだったというアーサーは、 そのオスタータグの母校でもある名門カンザス大学に進学。2年生時の2007から08シーズンに NCWA トーナメントで優勝を経験したアーサーは2008年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。ところが当日のドラフトでは27位でニューオーリンズ・ホーネッツから指名された後、ヒューストン・ドケッツとポートランド・トレール・ブレイザーズを経て、 メンフィスグリーズリーズに交渉権がたどり着くという、1日で3度のトレードを味わう羽目になった。さらにドラフト後の9月に行われた新人研修では、マリオチャルマーズとマイケル・ビーズリーがマリュファナを吸い、女性も連れ込んだことが問題となったが、この件にアーサーも関与していたとして、2万ドルの罰金を課せられた。いきなりつまずいたアーサーは、 ルーキーシーズンこそ64試合に先発出場の機会を得たものの2009から10シーズン以降はザック・ランドルフの控え役に甘んじ2011から12シーズンは膝の負傷のためにシーズン全休その後2013年の NBA ドラフト開催日にコスタクーファストのトレードでクリズリーズが55位で指名したジョフリー・ラバーニュの保有権とともに デンバーナゲッツに移籍した。2015年8月7日、ナゲッツと再契約した。ありがとうございます。